もすいません。すみません、急いでいたもので、おけがはありませんか。こちらこそどうもぼんやりしていて。セロをお引きですか。はあ、一ヶ月ほどあちらこちらに演奏旅行に出かけておりました。長いこと家を留守にしましたので、子供たちに早く会いたくて。なるほど、それで急いでいらしたんですね。お子さんたちも首を長くしてお待ちでしょう。それではどうも。どうも。さて、どこかで会ったことがあるような。ちょっとおい、ちょっと待ってくれ。待ってくださーい。遅くなってごめんよ。汽車がえらく遅れてしまって。そうか、ノルデもネネムもとっくに寝る時間なのに待っていてくれたんだね。だってネネムのオルゴール早く見たかったんだもん。ねえ、僕の汽車はこの中に入ってるの。そうか、お前たちは僕を待っていたんじゃなくてお土産を待っていたんだね。もちろん忘れたりしないよ。じゃ、一緒に開けてみようね。あ、何ですのこれ。私のオルゴール。僕の汽車は。ああ、ぶつかった時、あの男のトランクと間違えたんだ。まあ、大変。私のオルゴール。まいったな、どうしよう。これは何の原稿なのかしら。何かお話が書いてあるみたい。本当だ、あの人も今頃困ってるんだろうな。どこかに身元のわかるものがないかな。ねえねえ、これはどんなお話が書いてあるの。そうね、これは童話かしら。面白そうよ。ねえ読んで、僕お話聞きたい。いけないよ、断りもなく人のものを読むなんて。でもあなた、ネネムが。そうだね。じゃあ一つだけ読むことにするか。はい。ネネム、みんなでお話を聞きましょう。お話なんて嫌。ネネムオルゴールがいい。はあ、早く早く読んで。じゃ読むよ。このお話は、ずいぶん北の方の寒いところから切れ切れに風に吹き飛ばされてきたのです。氷が人手やクラゲやさまざまなお菓子の形をしているくらい寒い北の方から飛ばされてきたのです。何をする。これはな、わしの大事な商売道具なんだ。
これさえあればラッコだってなんだって一網打尽にできるんだ。なんだっけ、また壊れたらオートンだ。はい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 、どうした、さっさと行くんだ。何してる、こんなところにいつまでもいたら凍えて死んでしまうぞ。はいはい、やめろ、そんなに無知を打ってはダメだ。僕が言って聞かせるから待っててくれ。さあ、よしよしよし、疲れてるんでね、かわいそうに。でもね、あの子だって辛いんだ。まだ子供なのにこんな夜遅くまで働いて。おい、何してるんだよ。今動かすから、決して鞭を当ててはいけないよ。僕も手伝うから、もう一頑張りしておくれ。よし、行くぞ。それ。灰を塗っておかないとひびが入る。なんせ北極の近くまで行くんだからな。確かに古いカバンには灰を塗っておいた方がいい。わしには必要ないが、新品なんでね。ああ、これはね、アラスカ金です。全部金です。ほう、この銃も新品でね。ほう、これさえあればどんな獲物も百発百中。なんせ新式の10連発だからね。ほう。ベーリングまでどのくらいかかるんでしょう。最大特急だからね、あっという間さ。ところで君は大変変わった街灯を着てるね。これはモロッコギツネの毛皮です。おお、モロッコギツネね。そうです。何してるの。触るんじゃない。この中にはな、恐ろしい化け物が入ってるんだぞ。お前なんか人のみだ。ベーリキー、午後8時20分、ベーリング行きを乗りの方はお支度願います。
なか正確に発射しましたな。どうも。向こうは寒いだろうね。いや、それはもう当然です。いくら寒いと言ってもこっちのは相対的ですがな。あっちはもう絶対です。寒さが違います。で、あなた何遍行ったね。私は今度で二度目です。どうだろう、わしの防寒の設備は大丈夫だろうか。どれくらいで支度なさいました。まあ、イーハトーブの冬の着物の上にラッコの内外灯ね、ビーバーの中外灯ね、クロギツネの表裏外外灯ね。大丈夫でしょう。ずいぶんいいお支度です。そうだろうか。それから北極兄弟紹介パテントの看板燃焼外灯ね。大丈夫です。それからヒョウガネズミの首のところの毛皮だけでこさえた上着ね。大丈夫です。しかしヒョウガネズミの首のところの毛皮は贅沢ですな。450匹分だ。どうだろう、こんなところで大丈夫だろうかね。大丈夫です。わしはね、主に黒ギツネを取ってくるつもりなんだ。黒ギツネの毛皮900枚持ってきてみせるという賭けをしたんだ。そうですか、偉いですな。どうだ、祝杯をいっぱいやろうか。どうだ、うまいだろ。君の安給料じゃ飲めん酒だ。ちっけなこと言うな、もういらん、返す。ああ、まったく不愉快な男だ。何怒っとるの。
ヒョウガネズミの首のところの毛皮ですぜ。ヒョウガネズミの上等さ。君、116匹の分なんだ。こう見渡すと街灯2枚ぐらいのお方も随分いるようだがね。街灯2枚じゃダメだね。君は3枚だからいいね。けれども君のその街灯はね、全体そりゃ毛じゃないよ。どうしてちゃんとわかるよ。それは本当の毛じゃないよ。本当の毛じゃないんだよ。失敬なことを言うな、失敬な。いや、本当のことを言うがね、それは確かに偽物だ。絹糸でこしらえたもんだよ。しっけなやつだ。君はそれでも紳士か。僕は紳士でもイカサマシでも何でもいい。君のその皮は偽物だ。野蛮なやつだ。次野蛮だ。まあいいよ、怒るなよ。向こうへ行って寒かったらね、僕のところへおいで。頼まない。おい君、その窓のところのお若いの、だが君は船乗りかね。おい君、なんといっても向こうは寒い。その上着一枚じゃとてもやりきれたもんじゃない。けれども君はなかなか豪気なとこがあるな。よろしい、貸してやろう。僕の一枚貸してやろうな。そうしよう。バースデーかね。黒狐だよ。なかなか寒いからね。君、若いお方に失敬だが、街灯を一枚お貸し申すとしようじゃないか。そんな薄い上着一枚じゃどうして、零下40度を防ぐも何もできやしない。黒狐だから。おい、若い方、みんなで返事。イーハトーブの太一だよ。イーハトーブの太一を知らんのか。こんな汽車に乗るんじゃなかった。わしの持ち船で出かけたら黙って殿様で通るだ。一人で出かけて黒狐900匹取ってみせるなんてくだらない賭けをしたもんさ。紅茶はいかがですか。おい、紅茶をくれ。はい。いや、真っ暗でござんすな。ここはお化けがねえぞ。おや、変な火が見えるぞ。誰かかがり火を焚いてるな。おかしい。おお、どうかしら。紅茶はいかがですか。Yeah.
したんだろう。まだベーリングに着くはずはないし、故障か何かあったんだろうか。一番後ろの客車だ。こいつがイーハトーブの大地だ。フラチのやつだ。イーハトーブの冬の着物の上にね、ラッコの裏の内外套とビーバーの中外套と黒ギツネの裏表の外外套を着ようというんだ。おまけにパテント外套とヒョウガネズミの首のところの毛皮だけでこさえた上着も着ようというやつだ。なんてやつだ、まったく。許せない。これから黒ギツネの毛皮を900枚取ると抜かすんだ。叩き起こせ。おや、変なものがある。電気網だ。こいつだな、あの電気網をテルマの岸に張らせたやつ。連れて行こう。ああ、さあ立て。嫌な面をしてんな。立て。ヘキシ、他にはないか。そこのとこにいるやつ、毛皮の街灯を3枚持っているぞ。違う違う違うよ、あれは本当の毛皮じゃない、絹糸でこさえたんだ。そうか、本当の毛皮じゃないのか。よし、さて、では引き上げよう。おい、誰でも俺たちがこの車両を出ないうちに、ちょっとでも動いたやつは胸にスポンと穴を開けるからな。そう思え。立て、立って外に出るんだ。おい、クマども、貴様らのしたことはもっともだ。けれどもな、俺たちだって仕方がない。生きていくには着物を着なきゃいけないんだ。お前たちが魚を取るようなもんだぜ。けれどもあんまり無法なことはこれから気をつけるように言うから、今度は許してくれ。ちょっと汽車が動いたら俺の捕虜にしたこの男は返すから。わかったよ、すぐ動かすよ。レールを横に引いたらしい。さあ、気をつけて降りるんだ。赤ひげはクマのスパイだったんだね。ベーリング市へ着くのはいつ頃になるんだろう。だいぶ寄り道をしてしまったからね。
汽車はちゃんとベーリングに行けたかな。多分無事に着いたと思うわ。そうだね、駅に着けてさぞほっとしたことだろうね。大地は？ん？え？大地はもうヒョウガネズミを取ったりしない？あ、もう決して取ったりしないよ。こんな不思議なお話を思いつく人は一体どんな人なのかしら。どんな人って、そうだね、その小さな列車の窓は一列に小さく見え、その中にはたくさんの人々がリンゴを剥いたり笑ったりしているのでした。びっくりした。猫くんか。いや、これはね、住所か名前がわからないものかと中身を見せてもらったんだよ。君は知らないかな、このトランクの持ち主を。ねえ、次はこれ読んで。困ったね、どうしよう。あら、今度は猫が出てくるのかしら。面白そうね。ネネムも聞きたいか？うん。そうか。じゃ、もう一つだけ読むことにするか。はい。じゃ、読むよ。ケイベン鉄道の停車場の近くに、猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と、停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。入れ。何の用だ？ヒョウガネズミを食いにベーリング地方へ行きたいんだが、どのあたりが一番いいだろう。一番初期ヒョウガネズミの産地は。二番初期ヒョウガネズミの産地は。三番初期四番初期産地は。ウステラゴメナ、ノバスカイア、フサガワ流域であります。よろしい。で、旅行するについて注意することは。四番初期ベーリング地方への注意は。はい。ほう。夏猫は全く旅行に適しません。夏猫。それに冬猫もやはり細心の注意が必要です。函館付近では馬肉で釣られる危険があり、特に黒猫は、時々黒狐と間違えられて追跡されることもあります。以上です。聞かれた通りだ。ま、あなたはわしと違って黒猫ではないから大した心配はなかろう。せいぜい函館では馬肉を警戒するんですな。いや、よくわかりました。ありがとう。ふん。入れ。あ、いたいた。よう、カマネコ。ヤマネコくん。なんだ君は、いきなり無礼じゃないか。いや、このカマネコとは幼馴染なもんで、つい。
だったらそれなりの訪問の仕方というものがあるだろう。事前に連絡するとか、事務長さんに面会の許可を求めるとか。まったく、これだからろくな教育も身につけてない山育ちは困るんだ。ま、友達が友達じゃ無理もないか。なんだと？山猫くん、皆さん、愛すみません。事務長さん、ご無礼はお詫びいたします。ご覧の通り、懐かしい友達が訪ねてきてくれたんです。山猫くんもこういうところはきっと初めてで、勝手が分からなかったんでしょうから。何、そう気にせんでもいいよ。どうも。山猫くん、急ぐのかい？あと少しで昼休みになるんだ。そうすれば少々時間が取れるんだけど。急ぎは急ぎなんだが、いいだろう。あれに乗るんだ。停車場で待ってよ。すまないね、必ず行くから。ああ。じゃあ。山猫くん、事務長さんに挨拶を。ああ。申し訳ありませんでした。根はいいやつなんですが。まあいいじゃないか、友達は大切だ。積もる話もあるだろう。時間のことはあまり気にせず会ってきたまえ。はい、ありがとうございます、事務長さん。出てまいります。ん？あにゃあにゃし、なんだ君は、僕にこの弁当を食べろというのかい？床の上落ちたのを食えというのかい？いいえ、あなたが拾おうとなさるので、ただ拾ってあげただけですが。いつ僕が拾おうとしたんだ？僕はそれが事務長さんの前に落ちて、あんまり失礼なもんで、僕の机の下を押し込もうと思ったんだ。そうですか。私はまた、あんまり弁当があっちこっち動くもんですから。ん？なんだと、しっけいな。決闘だ！よしたまえ、喧嘩は。だいたい君は生意気だぞ。さっきだって先輩を差し置いてだな。そうとも、一番初期の白猫さんもこの僕もとんだ恥をかかされたもんだ。僕は先方が急いでると思ったもので、それに事務長さんも順番に質問されたことではありませんか。いくらそうは言われても、上司を立てるという配慮があって叱るべきだろう。君はまだここに入って間もないんだ。本来なら僕らと一緒に机を並べることだって早すぎるくらいなんだよ。もういい加減にしないか。釜猫君はわしが見込んできてもらっているんだ。そもそも質問されたら敏速に応対するもんだよ。もうそのくらいにしておきたまえ。あ、それより釜猫君、友達だよ。いいんです、もう山猫君は行ってしまいましたから。ああ、今朝言うのを忘れたが、虎猫くんは少し月給が上がったよ。え？どうもお騒がせして申し訳ございません。見て猫くん、三トンタンの転居届の件じゃが。三毛猫くん、大丈夫かい？効き付け薬のアンモニアはと。貴様！よく
も僕を引き倒したな。いや、三毛猫くん、それは君の勘違いだよ。カマネコくんは好意でちょっと立っただけだ。君に触りも何もしてはいない。まあまあ、些細なことだ。何でもありゃしないじゃないか。それより、サントンタンの転居届のことだ。さあさあ。はて、今日はカマネコくんがまだ来んねえ。遅いねえ。何、遊びにでも行ったんでしょ。一体君たちは少々カマネコくんにつらか当たりすぎじゃないかね。え、カマネコくんは気の毒なんだよ。土曜に生まれついた夏猫なもんだから皮がとても薄くてね、いつも夜中寒くなると仕方なくかまどの中に入ってしまうようなんだ。それだから体がすすで汚れてしまっているんだ。いくら洗っても取れないそうだ。タヌキのようですよね。お言葉ですが。何かね。カマネコは事務長さんがそのように親切になさるんでいい気になってるんですよ。そうですよ、そうですとも。いい気になってる？カマネコくんがかね。はい、現に今日だって。今日だって？今日だってどこかの宴会にでも呼ばれて行ったんですよ。宴会に？どこで宴会があるんだ今日？北の方で学校の開校式があるそうですよ。開校式？そうか。実にけしからん、事務長を差し置いて。今日ばかりじゃないさ、カマネコはこの頃あちこちへ呼ばれてるよ。なんでも今度俺が事務長になるとか言ってるそうだ。だからバカな奴らが精一杯ご機嫌を取ってるんだろうよ。本当かそれは。本当ですとも。なんならお忍びになってごらんなさい。許せん、わしがあれほど目をかけてやったのに。恩をあだで返しよって。よし、わしにも考えがある。休んだりしてごめんなさい。風邪をこじらせてしまって。足がこんなに腫れさえしなければ、どうやってでも事務所へ行くんですが。すみません、事務長さん。カマネコ、カマネコ。山猫くん、鍵はついてないよ。山猫くん、ごめんね、あの日行けなくて。せっかく会いに来てくれたのに。カマネコ、君はよほどのお人よしだ。あんなとこ、やめてしまえ。え？クソ、もし俺にトラカシシの力でもあれば、あんな事務所叩き潰してやるんだが。何を言うんだ山猫くん。僕はあそこで働くのが楽しいんだ。事務長さんもとってもよくしてくれるし。あんな目に遭っててか。あんな目？見たんだよ、あの日停車場から引っ返してきて。じゃあ汽車には乗らなかったの？ああ、君がなんで来なかったのか気になってな。君はいじめられてたじゃないか。あんなこと、もともと僕のせいなんだし。僕がカマネコでススで汚れて黒いから。それがどうしたってんだ。色が黒くていけないならあの事務長なんか真っ黒じゃないか。
そうじゃない。あいつら自分より弱いと見たらつけ上がるんだ。自分より認められるやつが許せないんだ。確かに君は俺たちや他のカマネコ仲間の希望だし誇りでもある。できれば立派なお役人になってもらいたいよ。けどそんなことは無理だ。あいつらがそうさせないんだ。そうさせない企みを。企み？そうとも。いいか、あのクソ役人たちは君を陥れようとしてんだぜ。そんなわけないじゃないか。いくら僕と気が合わないからって。いや、俺は聞いたんだ。木の上であいつらがあることないことをあの黒猫に吹き込んでるのをな。とどのつまり、あの黒猫だって同じ穴のムジラなんだ。山猫くん、カマネコ帰ってくれ。事務長さんのことを悪く言うなんて。なぜそうやって何でも物事を悪く取るんだ。そんなだから何なんだ。何が言いたいんだ。カマネコ、お前までみんな同じだ。飛躍人なんてのは学問がないってだけで育ちが良くないからって俺を白い目で見る。世間の奴らもみんな同じだ。山猫くん、待ってよ山猫くん。僕が悪かったよ。こんな日暮れにどこへ行くんだよ。止まってっておくれよ。外は風が冷たいよ。足の腫れも引いたし、今日は昨日の分も働くぞ。あ、僕の机が、僕の大切な帳簿がみんなの机に。おはようございます。休んでしまって大変ご迷惑をおかけしました。あの僕の机のことですけど。おはようございます。僕の机が見当たらないんですが。おはようございます。おはよう。どうもひどい風だね。僕の机。おはようございます。いや、おはよう。ひどい風だね。事務長さん、おはようございます。おはよう。まるで暴風だね。さあ、今日は昨日の続きのアンモニアックの兄弟を調べて解答しなきゃならんな。二番初期、アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰かね。はい、パンポラリスであります。よろしい。パンポラリスについてもう少し詳しく。一番初期。はい、パンポラリス、南極探検の木とヤップ島沖にて死亡。遺骸は水槽にされています。よろしい。では次の調査事項に移ろう。俺にトラカシ氏の力でもあればあんな事務所叩き潰してやるんだが。
帰れ。やっぱりな、こんなことだろうと思ってたぜ。お前はいつかの何の用だ。これでも食らえ。なんだこれは。かまどの鈴さん、こんなことをしてどうなるか分かってるのか。ただでは済まさんぞ。うるせえ。よーい。それでもお前らは役人か。そんな小ずるくなるために歴史や地理を習ったのかい。みんなのお役に立つのが役人だろう。弱い者をいじめて給料もらってどこが偉いんだ。まったく笑わせだ。みな、カマネコ、このすまみれのざま。おい、カマネコ、カマネコ。こうして第六事務所は廃止になりました。かわいそう、みんなでカマネコさんをいじめて。特に三毛猫は意地悪だ。そうだね、まったくあいつはひどい。他の猫だってすっごく冷たいわ。そうだ、白猫だって。次は誰にする。僕はね、ねねむはね、僕はこれ。こっちの方がいいもん。絶対こっち。こっちの方がいい。ねねむ、ノルレ、もうベッドに入る時間よ。眠たくないもの。もっとお話が聞きたい。困ったわね。どうしましょう。インドの虎狩りか。一体どうしたんだい、猫くん。まさか僕の音楽で目を回したわけではあるまいね。おい、おい、何をするんだ急に。ん？ゴーシュ。そうか、あの人はセロ引きのゴーシュくんなんだ。あると思った。ねえクラーレ、もう一つだけどうだろう。
これはお星様の話だよ。それもノルデとネネムのように双子の星だ。まあ素敵。それじゃあ読まないわけにはいかないわね。このお話の二つの星はね、天の川の西の岸に小さく光って見えるんだよ。ポーセー、ポーセー、もうまただポーセったら。もういいよ。お日様もお登りになったし、空も真っ白に光ってますよ。ポーセー。Thank you.
ーセったら、もういいでしょ。東の空はまるで白く燃えているようですし、下では小さな鳥なんか、もう目を覚ましている様子です。中世兄さん。あ、もうすっかり明るくなったんですね。あ、今すぐ靴を履きます。朝になりましたね。今日は西の野原へ行こう。そして風車で霧をこしらえて小さな虹を飛ばして遊ぶんだ。ね。うん。お日様のお通り道を吐き清め、同時とポーセ同時よく晴れて結構ですな。しかしどうも晴れると喉が渇いていけません。それに双子さんの気持ちのいい伴奏のおかげで昨夜は少し高く歌いすぎましてな。ケホンいやお二人の笛の音がありますと我々天の星も安心して輝けるというものですよ。では失礼して。どうぞたくさん飲んでください。南の空の赤目のサソリ、毒あるカジと大きなハサミ、知らないものはアホドリ。アホドリだなんて人を当てつけてやがる。サソリ節だな。その赤目を抜いてやるぞ。お、大柄さん、それはいけません、いけません。すっかり喉が渇いてしまった。おや、これはこれは双子の青星さん、どうもこんにちは。こんにちは、サソリ星さん。さて、少し水を飲んでやろうかね。ありゃありゃりゃ、どうもこの水は変に土臭いぞ。どこかの真っ黒なお方が頭を突っ込んだと見える。で、仕方ない、我慢してやれよ。ダメです、ダメです。サソリめ、貴様さっきからアホウドリだの何だのと俺の悪口を言ったな。謝れ。誰か何か言ってる。赤いお方だろうか、ネズミ色のお方だろうかな。一つ鍵をお見舞いするかね。何よ、生きな。空の向こう側へ真っ逆さまに落としてやる。ポーセ、大ガラスさんをしっかり押さえて。はい。
私はどうしたのですか。ポーセ、早く。はい。あの、どうした。そうだ、サソリめ、ざまあみろ。確かに仕留めだと思ってたんだ。血は止まってる、水で洗おう。うん。ちくしょう、空の毒虫め、空で死んだのをありがたく思え。貴様らぞな、海へ落ちて。歩けますか。え、明るいうちにお家に帰った方がいいですよ。双子さん、そんなやつはほっとけば。私の傷もお二人が。どう言うんですか。あなたこそ死ぬところだったんですよ。ああ、体のあちこちがガタガタです。それにまるで頭が割れるような気分です。それはいけませんね。明るいうちにお見合い戻れるように、もう帰った方がいいですよ。そうですね、そうしますよ双子さん。いや、なに。サソリ星さん、大丈夫ですか。双子さん、どうか私を送ってくださいませんか。お世話のついでです。私がもし帰りつかないでお役目を果たせないと、天から落とされます。悪いことをした星は海の人手になってしまいます。人手になってしまいます。人手に。リーさん、とにかくサソリさんをお宮まで送ろう。はい、リーさん。さあ捕まってください。すいません、すいません。頑張って。はい。でも、もうどのぐらい経ったのでしょう。そうですね、空の具合ではやっと半分。半分？まだそんなにありますか。五章です。どうか助けてください。わかりました。サソリさん、私たちも夜に夜笛を吹かないとお役目が果たせません。もう少し早く歩けませんか。どうかご慈悲でございます。傷は痛みますか。このぐらい。なんとか。
私たち、星巡りに間に合わなくて、お役目が果たせなかったら、私たちは空から落ちてしまうのでしょうか。ポーセ、しっかりしろ。私たちも人手に。ポーセ、しっかりして。ポーセ、ポーセさん、ごめんなさい。サソリ星さん、転んでしまいました。ごめんなさい。ポーセ、大丈夫かい？もう西の空がすっかり。ポーセ、しっかりして。僕の言うことを聞くんだ。ポーセ、今はサソリさんを送り届けることだけを考えるんだ。とにかくそうするんだ。いいね。わかったね。はい。サソリさん、もう私らは今夜時間に遅れるでしょう。きっと王様に叱られます。ことによったら流されるかもしれませんけれども、あなたが普段のところにいなかったらそれこそ大変です。なんとか頑張りましょう。してください、ジュンセイさん、ポーセイさん。サソリさん、ごめんなさい。僕たち、もうここまでです。もっと力があればお送りできたのに。何を言うんです、お二人がいたからここまで。ごめんなさい、サソリさん、ごめんなさい。頑張って、お一人でなんとか戻ってください。私たちのことより早く、早く。双子さん、一番星見つけた。今日もいっぱい星が出そうだね。サソリ星出ろ。星さん、星さん、一つの星で出るもんだ。千も万もで出るもんだ。私はバカです。あなた方の髪の毛一本にも及びません。私は自分さえ良ければ、自分さえ戻れれば、あなた方はそんな私に。ごめんなさい、ごめんなさい。海に落ちるのだ。双子さん、私のために。お迎えに参りました。どうしたの？さあ、お迎えに参りました。私のマントにおつかまりください。王様はすべてをご覧になっておられたのです。それでとてもお喜びでいらっしゃいます。サソリ星、この薬は王様の下されたもの、飲みなさい。はい。うわー、きれい。はい、サソリさん、元気になってね。さあ、双子星さん、あなたたちのお宮までお送りしましょう。ありがとうございます。サソリさん、さようなら。喧嘩はしないでね。さようなら、さようなら。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ポーセ、あれ、中世兄さん？うん。雨が止んだな。あ、サソリ星、大きな鳥の星も。わの吹く笛の音が聞こえるわ。チェンセとポーセはどこにいるんだろう。ほら、あそこに赤く光った大きな星があるだろう。あれがサソリ座の目玉なんだよ。そしてね、そのずっと下の尾っぽのあたりに仲良く並んだ小さな星が見えるだろう。それがチェンセとポーセの双子の星だよ。こんなに遅く、どなたかしら。あなたは、あの時の。その説はどうも。こちらこそどうも。よく私の家がお分かりになりましたね。はあ、金星楽団の学長さんにお聞きしました。は
そうでしたか。実はトランクを取り違えまして。ええ、そうなんです。大変申し訳ないことをいたしました。大切なプレゼントが入っていましたのに。お子さんたちはさぞがっかりなさいましたでしょう。いえいえ、とんでもない。実はお断りもせずあなたの原稿を読んでしまいました。素晴らしいお話でしたわ。あのお話を作った人なの？そうですよ。私どもの子供のノルデとネネムです。はじめまして。あなたのお書きになったお話はこの子たちにとって何よりのプレゼントになりました。大人になっても忘れることのない大切な宝物としていつまでも心の中に持ち続けるでしょう。ありがとうございました。それでは。あの失礼ですが、あなたのお名前は？このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。
詩人宮沢賢治も高等農林で学び、農村の現実と向き合いました。卒業後、花巻農学校の教師を4年間務めた後、農民たちの中に入って農村に光を灯そうとしました。その頃の花巻郊外の村を撮影した映像です。当時東北地方の農村は数年おきに冷害に見舞われていました。賢治は痩せた土地を肥料で改良し、新しい農業の知識を伝えることで人々を凶作の苦しみから救いたいと考えました。賢治が農民たちのために書いた肥料の設計書が残されています。一軒一軒田畑の地質や日当たりを調べてきめ細かい指導をしましたが、自然に打ち勝つのは容易なことではありませんでした。もう働くな。この半月の曇天と今朝の激しい雷雨のために俺が肥料を設計し、責任のあるみんなの稲が次から次と倒れたのだ。さあ一遍帰って測候所へ電話をかけ、すっかり濡れる支度をし、青ざめてこわばったたくさんの顔に一人ずつぶっつかって火のついたように励ましてゆけ。どんな手段を用いても弁償すると答えて歩け。昭和6年7月の岩手日報で賢治は冷害を予測しています。本年は平年以下の減収と観測している。ことに昨今の朝夕の冷気が稲作上すこぶる有害である。その2年後、賢治は37歳の若さで病のためこの世を去ります。昭和5年に撮影された花巻の伝統芸能です。賢治は農村の中に豊かな芸術や文化が受け継がれていることに気づいていました。誰もが農民であると同時に芸術家でもある、それが賢治が夢見た農村の姿でした。賢治の死から3年後の昭和11年、賢治を偲ぶ碑が花巻に建てられました。その除幕式を撮影した映像が今回新たに見つかりました。賢治の父政次郎の姿も映っています。慈悲の建立にあたっては賢治の友人たちや賢治の作品を高く評価した高村光太郎、草野新平が発起人となり、雨にも負けずの一節が刻まれました。賢治の死後、その作品と精神は多くの人の心を捉えていきます。